どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私はですね、羽田からインドに向かっている飛行機の機内でございます。であとね、1時間ぐらいでね、インドデリーに、ね、到着するわけなんですけども、今回からですね JGCC を本格始動ということで、今回ね、デリーから東京のについてニューヨークということで、約7時間と12時間のフライトね、これから連続で乗っていくっていう風になりますんで、まあ、ここも乗ってますんで、1時間半、7時間半、12時間ということで、かなりねハードな、スケジュールになっておりますけども、私のねお尻は爆発しないか、まあ、それはね一番心配なんですけども、今ね7時間半、もうそろそろね終わるんですけども、デリーから東京に向けてね、またここから乗り継いでね東京の方に戻ります。まあ、簡単に言うとね、この飛行機に清掃が入って、この飛行機で東京の方にね帰るっていった形になります。で今回ね乗り継ぎでインドね利用させていただきますので、まあ、ちょっとねどこで区切ろうかなと思ったんですけども、まあ、たまにはね機内で区切るのも面白いかなというふうに思いまして、前回ね機内でね区切らせていただきました。ということで、あとね1時間ぐらいでねインド到着しますので、まあ、そこでね乗り継いで、で制限エリアにね、多分行けると思いますので、そこからねまた動画再開になると思うんですけども、ぜひ、ね、今回、楽しんでいただければなと思います。でこのね区間に関しては、今回ねビジネスクラスアップグレードねマイルでですることができまして、片道ね2万マイルで、アップグレードすることができました。まあアップグレードはできたんですけども、機材はですねボーイング787でフルフラットシートのビジネスクラスではないんですよね。ですので多分222の座席になると思うんですけども、まあ一応ねある程度フルフラットになるのかな、多分完全フルフラットにはならないと思うんですけども、まあ、かなり、ね、ゆったり利用することができるのと、この787の機材のビジネスクラスっていうのは私もね利用したことがないので、かなりね楽しみにという形になります。ということで、あと1時間ぐらいでねインドデリーに到着となります。ちょっとねここの乗り継ぎがね一番心配なんですけども、まあ、CA の方にもねちょっと相談させていただいて、なんかねこのインドデリーの乗り継ぎっていうのはなんか特別な手続きが必要らしくて、それをね航空会社の社員 と、相手方の航空会社の社員でやるみたいな、ね、そんな話らしいんですよね。これはねよくわかんないです。まあ、今回に限っては私ね来てるのも JAL だし行くのも JAL なんで、まあ、JAL の方にねこの特別な手続きをしてもらって、まあ、乗り継ぎさせていただくわけなんですけども、これがねどんな感じ複雑なのかっていうのは正直全然わかりません。まあ、これもねお見せできればななんていうふうに思うんですけども、まあどうでしょうね。一応ねフライトのトランジットは3時間ぐらいあるので、まあ大丈夫だろうなと思ってるんですけども、ここはね非常に心配しております。まあ Google 翻訳とかでね、なんでこうやって羽田からインドに来てその飛行機で帰るんだっていうね、まあ、説明を求められたらね、まあ、ネットが使えればね普通に翻訳アプリでねこの JGCC 業の、ね、話を、まあ、代わりの方にすればねいいだけなんで、まあ、特に悪いことしてるわけじゃないんであれなんですけども、ちょっとね緊張しますよね。はい、ということで、もう間もなくね、インド到着となります。ということで、無事ね、乗り継ぎすることができました。めちゃくちゃ時間かかりました。インドの乗り継ぎはね、してはいけません。いや、私もね、はい、知識が浅はかでしたね。はい、同じ書類の確認を3回か4回ぐらいしましたね。はい、でまたねよく分かんないのが、乗り継ぎでね国際線乗り継ぎで、まあ、行くわけなんですけども、その国際線乗り継ぎにもかかわらず PCR 検査、まあ、事前ね本当は入国するんだったら72時間以内の必要なんですよ。でも私今回持ってないんですけど、まあ、たまたまバンコクで受けたのがこれが28度かなんですよね。まあそれで別に期限切れてるんでダメなんですけど、まあ、これでいいやみたいな期限切れてるいいですかみたいな、まあ、私ね国際線乗り継ぎで JAL の方にはいらないって言われてるんで、まあ、持ってきてないんですけど、まあ、これでいいやみたいな、まあ、それの写メ撮ったりと、写メもね3、4回撮られる同じワクチン接種証明書と、あと PCR の検査結果、これはねラウンジの近くで工事してる音です。
はい、ということでめちゃくちゃ時間かかりましたね。多分1時間半ぐらい、はい、でも最終的にはですね、JAL の職員の方が対応していただいたので、まあ、ある程度、ね、その人はもう英語も日本語も喋れるんでね、はい、本当にね JAL さんにご迷惑をおかけして申し訳ないです。本当にもうセキュリティチェックとかね、5人ぐらいに囲まれながらセキュリティチェックですからねそんなに見なくていいじゃんっていうぐらい、まあ、もう全方向から人が見てる中でセキュリティチェックで物を送って、バッテリーとか全部出してね行きますけども、でその後体のピピーなるやつね、はい、当てられて、でその後の荷物入れてる間もずっと5人ぐらいがずっと私を見てるいや大変です。今の次はまあなんとかね、まあ、ラウンジには来れましたんで、今ね、夕方の4時半ということで、搭乗は18時半だったので、まあここ18時ぐらいじゃね出たいと思いますんで、まあ1時間半ぐらいありますんで、ね、ちょっとゆっくりしつつ、まあこの後ねビジネスクラスのフライト控えてますんで、食事はねあんまりするつもりはないというか、まあ食事出ますんでね、はい、食べれないのも申し訳ないんでね、まあ、軽く飲み物だけいただきたいと思います。ということで、いや本当にね疲れました。神経すり減りますよね。でまたここから私はね、インドから東京を乗り継いでデリーに行き、あデリーじゃないニューヨークに行きますんで、エスタとかもね確認されました。エスタとかね本当に私紙持ってなかったんですよ。それも良くなかったですね、アメリカってもうエスタってもう当たり前っていうか、まあ、日本から行く場合はもう絶対必須なんで、まあ、皆さんもう申請してパスポートに紐づいてるんで、入国の時にエスタを見せるとかね、はい、言われないんですよね、で JAL のチェックインの時にももう聞かれなかったな、そういえば、持ってますかって聞かれたかな、ちょっと覚えてないぐらいなんですけど、まあ、そんなこんなで私も紙持ってなかったんで、そういうインターネットで申請書を確認画面をスクリーンショットだったり、それをまた E メールでこのメールアドレスに送ってくれるみたいな、まあ、そんなこんなで、まあ、非常に大変でした。ひとまず、まあ、無事乗り継げて今ね指定ラウンジに来れましたので、ここねちょっと前回来た時のラウンジ、なんだっけエアインディアのラウンジありますよね。あともう一個フライティパスで入れるラウンジ、ここねまた違うラウンジなんですよ。これプラザプレミアムラウンジなんですけど、どうやるんだ、ここのプラザプレミアムはねアメプラで入れないみたいですね、はい、ということでここはねJAL の指定ラウンジになってるみたいなので、まあ、ここでゆっくりしてね、はい、当然迎えたいなと思います。ということでシャールームに来ました。6時半のフライトなんですけども、まあ、深夜ねまたぐということで浴びておこうかなと思います。ということで今回こちらプラザプレミアムラウンジ JAL の指定ラウンジのチャーブスって言った形になります。で結構ねアメニティしっかりしてますね、はい、こちらはボディーローションかな、そうですねボディーローション、あとこれは何だろう節ですね、あとコットンですかね、はい、でこちらシャワーキャップですね。で入っているものは以上になります。でこちらにね洗面台がありまして、以外にお手洗いがあります。でこちらにティッシュ、これはトイレットペーパーがこれなんですかね、あ多分そうですね、はい、でこちら側にね、足拭きマット、あトイレットペーパーこっちにあるな、遠くない遠くないですかこれ、届くこれ、いやこれ届かなそうだな、まあ、ちょっとこういう仕様なんですね、はい、トイレットペーパーここにありますちょっと驚きですね、はい、でこちらにバスタオルと、でこちらシャワーブースです、固定式のみですね。でこちらに蛇口があって、こちらにシャンプーとシャワージェル、はい、据え置き、まあここから押してね使う感じになります。広さはね結構広いんでゆっくりねできるんではないのかなと思います、はい、いいですね。ということで入りましょう。ということでシャワー浴びました。いやここのシャワーねめちゃくちゃいいです。シャンプーとリンスはね、シャンプーとボディーソープは、まあ、ちょっとね独特な匂いが、ね、ありますけども、シャワーの油圧めちゃくちゃ高いんで、はい、かなり大満足でした。ということでもうね、6時になりますんで、もうちょっとしたらねもうラウンジ出て搭乗エリアの方ね向かいたいなと思います。
ということでランジを出てゲートの方向かいましょう。今日はね、今回は B の17ゲートですね。ちょっとねどのぐらい遠いか分かんないんで早めに出てまいりました。ということで行きたいと思います。いやめちゃめちゃ栄えてますね、うん、人もめちゃくちゃ多いですし、あスモーキングルームもあるんだ。で B の17向こうかな、近い、はい、メンテでもねやってますね、うん、数日前に来た時と変わってないですね。では B の17番ゲート行きましょう。残念ながらね飛行機は見えないですね。今エアインディアのボーイング787がそこに止まってますけども、残念ながら私の乗り飛行機は見えそうもないです。ということでこの辺でしばらく待ちたいと思います。ということで無事搭乗を開始いたしました。お待たせいたしました、羽田行き日本航空。いやよかったです、無事乗れますんでね、はい、シャワーも浴びたんでがっつり仕事して日本向かいたいと思います。できるだけ寝ないつもりで生きてます。まあ多分それでも寝ちゃうと思いますけど、はあ、よかったよかった、一時はどうなるかと思いました。いやーこうあれですね、はい、失敗しましたね私が。ということで登場していきましょう。今回ビジネスクラスで 1K という座席ですね。ビジネスクラス、まあ、今回ねあのフルフラットではないですけども、まあ、どんな感じで利用できるか見ていきたいと思います。ということで無事ね登場いたしました。今回ね、ボーイング787-8先ほど乗ってきた飛行機に乗って東京羽田空港まで帰りたいと思います。まあ、今回ねビジネスクラスということでかなりねゆっくり過ごしていけると思います。座席もね今回のバルクヘッド座席っていうんですかね、一応前の座席ですね、はい、こんな感じになってますんで、まあ、足をね十分前に出してゆっくり過ごせれると思います。今回ねビジネスクラスということで、こちらメニューですね。であとこれは何だろう、アメニティかな、はい、あと毛布と枕とヘッドホンと、これは除菌シートとお水がねセットされております。座席自体はこんな感じですね、はい、どのぐらい倒れるんだろう、ちょっとこれはね分かんないですね、後でやってみたいと思います。でここに、ね、リモコンがありまして、でこちらでリクライニングができる感じですね、はい、こちらに AC とこちら台北のポートもありますね、 AC もあります。いやいいですね、はい、ゆっくり羽田空港まで行けそうです。ということで約ね7時間半のフライトを楽しんでいきたいと思います。よかった登場できて。で今回もね同様に窓側ということで、窓はね2つ楽しむことができます。ということで、もうしばらくね、動くまで待ちたいと思います。いやー、よかった。ということで、今回のですけどね、こちらの JAL シェルフラットネオっていう座席ですね。はい。まあ、シートの全体はこんな感じになっておりまして、コントローラーはこんな感じになっていく説明があります。で、フライトポジションですね。リラックスポジションだったり、フライトポジション、あとね、デッドポジション。あフルフラットになるんですね、はい、これはいいですね、フルフラットになりそうですね、いやいい、これちょっと楽しみになりました、後でね倒したいと思います。あとねこの冊子の中はですねいろいろ説明が載っておりますね、ヘッドレスだったり特殊とメガネ収納とかいろいろあるんですね、はい、いやめちゃくちゃいいですね、完全フルフラットではないのかな、はい、これを見るとちょっと若干上がってんのかな、はい、ちょっとだけみたいな感じですかね、まあでもこんだけ倒れればもうほぼほぼ問題なさそうですね。でこちら収納ポケットとか、コートフックとかね、まあ、こういった説明が書いてあります。で、モニターがねこういった形になっておりまして、まあ、私はねあの一番前の座席なんでモニターはねしまわれてるわけですけども、まあ、こういった感じの説明がね書いてあります。あとテーブルとかの出し方もね書いてあります。これね結構分かんなかったりするんでありがたいですね。はい、ということでこちらのJALのシェルフラットネオ、こちらで約7時間半のフライトですね、楽しんでいきたいと思います。いやいいですねビジネスクラス、
ちょっとね、フルフラットだと思ってこうね、あのマイルでねアップグレードさせていただいたんですけども、いやまさかね、あのフルフラットじゃないということでちょっと落ち込んでたんですけども、全然良さそうですね。はい、ということでフライトね楽しんでいきたいと思います。いやいいですね。ということでとうとう JAL JGC 修行開始になりますね。いや今回デリー発見でやりますんで、ひとまず、この区間は、マイル2万マイルでアップグレードしてビジネスクラスにアップグレードさせていただきました。もともとエコノミークラスで発見しております。いいですね、2万マイルでこの7時間半のフライトはビジネスクラスで発見できるってかなりいいですね。これ普通に払ったら多分2、30万はするんじゃないですかね。エコノミークラスでもまあまあしますんでね。はい、ということで今インドの空港は一番奥の方に、あれはエアインディアの飛行機から乗ってますけども、そんな感じですかね。ということでもうしばらくしたらね飛行機動くと思います。脱出時に荷物は持たないでください。 Leave your baggage when you evacuate. 荷物を持つと通路を塞ぎます。 Carrying baggage will block the aisle.ということで無事離陸いたしました。いやインドの夜景も非常に綺麗ですね。ということで約7時間半のフライトを楽しんでいきたいと思います。冒頭始まりました JGC 修行です。ということで今ね離陸いたしまして、シートベルト着用サインが消えました。これからね、機内食の提供が始まります。でメニューはねこんな感じで、じゃあこれファーストクラスの時もこれ見たと思うんですけども、まあ、これはねシャンパン、白ワイン、日本酒、ウイスキー、ビール、いろんなものがありますね。ビジネスクラスということでかなり種類は多いです。シャンパンはねレゾンパーティン、ベツラット、ベルコン、クロゼ、ブルット、これはパリの一流レストランで飲まれているシャンパンですね。で今回は、ね、夕食ということで洋食と和食から選べるという感じですね。で好きな時にね、JAL のオジリジナル麺が頼めるみたいですね。ちゃんぽんですか、うどんですか、そばですか、まあ、これもね利用することができます。あと到着前にまたね軽食がお味噌汁と一緒にいただけるということでいいですね。まあ、今回ねちょっと和食にエビが入ってますんで洋食でいきたいと思います。いや非常に楽しみですね。ということで提供までもうしばらく待ちましょう。ということで、機内食まで、ね、時間がありそうなのでちょっとベッドポジションしてみましょう。まあ、明るい間にねお見せできればいいかなと思いました。このボタンを押すと今ねこちらがどんどん前に出ております。ということでこれでベッドポジションですね。はい、足元はこんな感じですね。でも手前にまだ隙間があるんでかなり楽ですね。で横になった状態で見るとこんな感じですね。はい、
まあ、結構いいです。上から見るとこんな感じですね。いかがでしょうか。かなりね余裕があります。でこの、もこれでこれね毛布を引いて、まあ、休むっていう感じですね。まあ、フルフラットではないですね。一応若干ですけども、あの傾いてる感じになります。でもねまあ普通に、まあ、フルフラットって言ってもねいいんじゃないかぐらいですね。はい、これもねかなり余裕がありますんで、休もうと思えばかなりねゆっくり休めるのではないでしょうか。いかがでしょうかね。はい、結構いいですよね。ということでベッドポジションするとねこんな感じですね。今日思いっきり仕事して行こうと思ったんですけども、ちょっとこれで寝たい気もしますね。まあ明日朝ね東京に着く感じになりますんでね、まあ全く寝ないっていうわけにもいかないと思いますんで、ちょっとぐらいはね髪取りたいと思います。いやいいですね。ということで JAL のねビジネスクラスはこういった感じでね、はい、やった感じですね。はい、カーディガンをね貸していただけます。まあ、中距離線なんでね、はい、こういった、ね、感じでサービスしていただけるということでありがたいですね。はい、機内はねなんだかんだ寒かったりもいたしますのでね。ということで今ね機内食までまだ時間がありそうなんで、多分これアメニティだと思うんですけど開けていきましょう。いいですね、シンプルなちゃんと JAL のロゴが入ったアメニティケースです。中はマスクいいですね、ありがたい。あと歯ブラシで、あとアイマスク、耳栓ですね。これで以上ですかね。いいですね、非常におしゃれで今後利用させていただこうかと思います。 JAL マークバッチリ入ってますね。こういう感じで、はい、いいですね。もう間もなく来たらね機内食の方で始まると思います。そういえばウェルカムドリンクとかこういう 中距離線ではないのかもしれないですね。はい、今回ビジネスクラスで登場しておりますけども、そういったサービスはね今のところないですね。ということでね機内食が始まりました。まずはロゼということでピンク色をしております。いただきます。
照射つけていたんですね。これ酸味が効いたソースめちゃくちゃうまいですね。超美味しいです。これはいいですね。ということでザザ来ました。プリンですよね。ちょっと何かわからないですけどいただきましょう。これは美味しい。ブルーベリーがアクセントになってめちゃくちゃ美味しい。これいいですね。多分機内食はこれで終わりだと思いますね。まあ、今回ねビジネスクラスということで好きな時にね、蕎麦、うどん、ちゃんぽん、あとはチーズの盛り合わせみたいなものを、ね、出すことができます。もう私は、ね、ちょっとお腹がいっぱいなんで終わりにしようかなっていうところです。ということで、ちょっとね、眠くなってきてしまったので、歯磨きしてね、少し休んでから、仕事をしたいと思います。ということで、お手洗いに参りました。はい、JAL のビジネスクラスということで、いいですね。はい。歯ブラシ、モンダミン、等々あります。あと、除菌スプレーと紙コップもね、置いてありまして、こちらハンドソープですね。はい。一通り揃っておりますね。で、鏡とですね、ここに、ね、拡大鏡もありまして、そんなもんですかね。反対側に姿鏡とこっち側にね、おむつ台のね、替える台があります。はい、設備としてはね、そんなもんですかね。おはようございます。到着まであと1時間半のところで、朝の、ね、朝食が始まりました。それでね、起こしていただいた感じですね。温かいうちを大事にしていただきます。寝てる間ね、タイムラプスを撮ろうと思いまして、座席の明かりを顔の方に当てて携帯でこれ撮ろうと思って置いてたんですけど、僕は会心入ってなくてずっと眩しい中寝てるだけでした。完全にやってしまいました。はい、ということでいただきましょう。朝はですね、銀鮭のお料理ということで非常に美味しそうですね。お味噌汁ってのはいいですね。ということで仕事をしようと思ってたんですけど、がっつり寝ました。めちゃめちゃぐっすり寝れました。一応このシートはフルフラッシュとまではいかないですけど もうほぼほぼフルフラットみたいな感じなんで、フルフラットで寝てるので変わんない感じです。めちゃくちゃいいと思います。非常に良かったです。ということでちょっとサクッと食べて、もうこのまま着陸までねゆっくりしていたいと思います。本当にぐっすり寝ることができました。ありがたいですね。百数乗務員の方は私がこの後ニューヨークに乗り継ぐことを知ってるみたいですね。平井さんもこの後ニューヨークですもんねって、ちょっと恥ずかしかったですね。もう私としては修行させていただいてますとしかね言いようがないんで、そのまま答えましたけど、1時間半のフライトの後に12時間ぐらいのフライトですよね。まあ同日に乗り継ぐ人はまあ少ないでしょうね。今のところ体は大丈夫です、まあ、しかも今回はね、行きはエコでしたけど隣空いててめちゃくちゃ快適でしたし、でこの路線はこの路線でね、はい、ビジネスクラスは、まあ、そこまでですね、
コーヒーいただきます。あ、美味しい。せっかくなんでチョコレートもいただきます。コーヒーによく合って、めちゃくちゃ美味しいですね。ということで、あとね、1時間もないと思いますけど、もうしばらくゆっくりしたいと思います。ジャムのビジネスクラスめっちゃいいですね、うん、前回ファースト、その前がエコロンで、今回ビジネス初めて利用しましたけど、ということで、あと20分ぐらいでね、着陸となります。このね、着陸前にですね、これ定規でほったえますね、はい、サービスしていただけるんですね。これちょっと初めてやりましたけど、予想以上にこれ気持ちいいんですね。目の周りがポカポカしてね、はい、もう一回寝れそうですね。ちょっとね、初めて使ってびっくりでした。こういったサービスもしていただけるなんてありがたいですね。あ、目の周りがポカポカして気持ちいい、はい、ということで、あと20分ぐらいで日本到着となります。皆さん映っておりますでしょうか。今ね、知恵の方に教えていただいて、富士山がね、ちょうどエンジンの上の方にね、映ってるかと思います。いやー、非常に綺麗ですね。着陸態勢が入りました。ということで戻ります。いやー、綺麗ですね。羽田空港第3ターミナルに到着いたしました。いや、戻ってまいりましたね。まあ、今回、乗り継ぎますんで、まあ、どんな感じでね、乗り継げるかっていうのもね、皆さんにお見せできればなと思います。ほとんどの方はね、日本に入国する方だと思いますので、まあ、私はね、入国はせずに乗り継いで、そのまま制限エリアに行きたいと思います。今日から8月に入り、東京ではようやく線路が聞こえることとなりました。今年は例年に比べ長い夏となりましたので、夏の暑さ、そして環境のご不自由さで体調を崩されませんようどうぞご注意ください。今日もマンガジャラニアスメンバー、日本航空とスリランカ航空、エスタロとのコードシェアリアをご利用いただきましてありがとうございました。JAL の到着のこのアナウンスは本当に素敵でいいですね。ほっとしますね、うん、ということで、飛行機が止まるまでもうしばらく待ちたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。あ、乗り継ぎです。はい。あ、向こうで。あ、はい。あ、はい。お客様、拝見いたします。6便です。ありがとうございます。どうぞ。お願いいたします。ということで、これから乗り継いでいきます。あれなんですね。普通の降りる人より乗り継ぎの人を先に降ろして、その後入国する人みたいな、そんな感じで分かれてるんですね。もう降りる方はね、結構並ばれてたんですけども、ごぼう抜きさせていただきました。ということで、このままね、制限エリアの方に行きたいと思います。いや、非常に体制がもう確立してていいですね。すぐね、利用できますね。ではこのまま制限エリアの方に行きたいと思います。ということで、無事ね、制限エリアに入ってまいりました。めちゃくちゃ乗り継ぎ楽です。いや、いいですね、うん、本当に手荷物検査してすぐ入れましたね。
いやよかったですということで一旦ねここで動画ね区切らせていただきますので続きはねまた次の動画で楽しんでいただければなと思います。ということで今回ですね、インドのデリーから東京まで JGC 修行で、ビジネスクラスでねやってまいりました。ということで今回の動画はねこんな感じで終わりたいなと思います。ということでまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts.